チャールズ・ホイット・ニー・ギルモアは、アメリカの古生物学者。20世紀初めアメリカ合衆国国立博物館、在籍中に行った、脊椎動物化石の研究で知られる。白亜紀の代表的な竜脚類であるアラモサウルスを、はじめ、北米やモンゴルで発見されたアレクトロサウルス、アーケオルニトミムス、パクトロサウルス、ブラキケラトプス、キロステノテス、モンゴロサウルス、パロサウルス、 ピナコサウルス、スティラコサウルスオバトゥス、テスケロサウルスなどを命名した。1901年からカーネギー自然史博物館で古生物学者として勤務した。この年に発見した若い竜脚類の化石は翌年アパトサウルスと分類された。1903年、アメリカが州国国立博物館のノーマン・エイチ・ボスと共にエドモントサウルスの完全骨格標本を完成させた。 また二人はトリケラトップスの骨格復元を史上初めて完成させ1905年に公開された。1907年5月、更新用の脊椎動物化石の調査のためアラスカ探検も行った。1908年には博物館にほど近いワシントン DC 北西地区パークビューのパークロード451番地に今日構え、この頃から人に恐竜化石の管理人、 カストディアン・オブ・フォッシル・レプタイルズと呼ばれるようになった。化石のサイズを測るギルモア。1938年。1923年、ギルモアとボスはディプロドクス・ロングスの化石をユタ州ダイナソー国定公園で採集した。ギルモアの指揮の下で組み立てられた全長70フィートにもなる。この標本は1931年から 国立自然史博物館で展示され、以後20年もの間博物館の目玉であり続けた。1924年、ギルモアは古石椎動物学キュレーターの地位まで昇進した。キュレーター時代、ギルモアは古石椎動物の化石を求めて16回の探検調査を行っている。調査対象は主にユタ州とワイオミング州産出の化石であったが、 1913年にはモンタナ州のツーメディスン類層で発掘調査を行い、さらに1928年と1935年にも同地で再調査を行っている。一般市民が博物館に持ち込んでくる化石の同定作業もキュレーターであるギルモアの仕事であった。1938年、石灰石の採石作業で見つかった葉の化石をギルモアが調べたところ、 高新世の爆熊及び絶滅した北米のライオンの歯であることが判明したこともある。多作家で170の学術論文を執筆し、中にはアパトサウルスの骨学的研究や肉食恐竜と鎧竜の骨学についてのモノグラフもある。また新種だけでなく、ステゴサウルスについてや肉食恐竜についてのモノグラフのほか アパトサウルスについての再考察やカマラサウルスの様態についての研究も残している。1945年にスミソニアンを引退し、その後まもなく1945年9月27日、死去し、同月29日にアーリントン国立墓地に埋葬された。2011年に命名されたスッポンの絶滅種、ギルモリミス、2003年に命名された。 草食竜シュアンミアオサウルスギルモア1990年命名の二足歩行恐竜、リカルドエステシアギルモレイリチャードスティーナギルモレイとギルモレオサウルスなどは古脊椎動物学への貢献が称えられたギルモアへの懸命である。ありがとうございます。